おはよう。寒いね。半袖は寒い。おはよう。くっつきたい。今日は月曜日、成人式、成人の日だね。成人の日は、お父さんは冷蔵庫青のペンキ塗ってたよ。嬉しいよね、ペンキ塗られたね、冷蔵庫もね、青くされたらね、嬉しい。嬉しい。いい。なんで顔だったの？嬉しい。痛い。しゃあ、入ります。朝寒いから、ひげもそう。じゃあ消毒で湯行ってきていいよ。買っといて。もうそうそう、お昼だね。はい、スイカ。スイカおいしい？スイカおいしいね。いらん、スイカなんかいらんな。お昼ご飯食べるよ。お昼ご飯、パンと卵、イエーイ。卵サンド美味しかった。どうしたの？ポップ？怒ってる。甘いものですね。なんでおかよじゃないの？交互にあげようって。苦そう、顔が。お手手が怖い。危ない、目に。どうすか、目の下を。自分で食べたいんだね。ちょっと逆さにして。すごい吸い付きが。
もう一口ぐらいいくかな、いくいく、これぐらい、うん、ないもん、上手だね。え、もっと食べるんじゃない？そう、おいしい、意外といけるやん。はい、じゃあ今日はこのくらいで、もう一口、もう一口、もう一声、これぐらいじゃいけるかな。おてて、はい、1位。まあいいね。今日はあれですね、昨日よりは寒くないかな。昨日もそんなに寒くなかったかな。まあ過ごしやすそうだけど、夜はまた気温が下がるっていう謎の現象がね、あれがサイメインプレイス、映画館もある大型ショッピングモールみたいな、そんなに大型ではないね。疲れた。なヤシの木と灰色の空は似合わないね。南国なのにね。東横インおもろ町99。今から お惣菜を買いたいと思う。今めっちゃやばい人がいた。はぁ、お家に帰りたい。お家に帰った。赤さんを抱っこ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 。
っかり夜、なんか雨も降ってきてるし、ああ美味しかったね、やっぱビール最高、ホーリーのキンキンだわ。ってことでお家に帰るぜ。雨降ってきて、小雨だけど、このフード、この洋服ね、軍の卸のやつで結構いいんですよ、丈夫というか実用性あふれる感じで、ちょっとやそっとの雨は通さない、結構いい感じの。しかしこの季節に雨は辛いな、寒いよ。おお。フードが。おお。あ、ごめんごめん。ヨーダみたい、ヨーダ。ヨーダ。あとユイエすっ転んだら危ないからちゃんと前まで。ユニオン。今日はユニオンにあのシチューの玉ねぎと。シチューに入れるのは玉ねぎ、鶏肉、人参、じゃがいもかな。ああ白菜ってシチューに入れる？安いよ。買っとく？うまいかもよ。温野菜にいかがだ。玉ねぎは入れる？じゃがいも？じゃがいもは入れる。入れる？じゃあ入れよ。イカ、イカ。半額。今日はこれを刺身に一杯いただきますか。あとケチャップとマヨネーズ。あ、ケチャップとマヨネーズ。豚肩グーのこっちの方が安い、89円。あ、本当だ。買っていいよ。桃だろ。シチューは。人参はいいんじゃない？人参って色でしょ。うどんは？うどんはあると嬉しい。じゃあうどん買っとこう。あ、これが美味しくないやつじゃなかった？中華風とんかつみたいな、ルーローっぽいよね。あ、そうだ、ルーローっぽい。ああ重たい。よし、今日
今日はねシチュー食べた後は半額で買ったセイイカを刺身にして晩酌にしようかな。じゃあ公園を抜けて帰るぜ。今日はシチュー、玉ねぎを丁寧に炒める、丁寧に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 、丁寧に丁寧に鶏肉も加えて丁寧に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 炒めます。ただいま、ただいま、おいしいね、ミルクね、おててかわいいね。飲んでください。いい、離陸します。左に行きます。右に行きます。着陸しますと思ったら離陸しまーす。どういう声。あ、丁寧に丁寧に煮込んだ結果めちゃくちゃ美味しそう、めちゃくちゃ美味しそう。ホワイトシチュー。チキン南蛮、美味しそうなチキン南蛮とパン。お腹いっぱい、シチュー美味しかったね。今日花の洋服じゃない？今日ねちょっと歩きつ、おいたいた、歩き疲れて、今日はあったかあったかのシチュー食べたいなと思って、今日はシチュー作った。丁寧に丁寧に丁寧に作った、レシピ通りね。しかもちゃんとね、聞いてる？人参だけは入れてね。特に人参が好きでもないからね。でもね、鹿児島の方だったかな、なんか九州の南部の方でね、めちゃくちゃ長生きしてる人たちがいるみたい。長生きな人たちが、長生きな村？島？の人たちが食べてるのを調査した結果、人参とかぼちゃめっちゃ食ってるらしいわけ。知ってた？人参とかぼちゃをいっぱい食べれば長生きできるかも。ということで小さい時からいっぱい食べたらもう200歳ぐらい生きるんじゃない？どう思う？どう思う？いや、はい、うん、あ、痛い、爪が痛いんだよね。いい、これ笑ってる俺見て笑えるかな。いい、うおおおおおお、顎で挟もうと言って、うん、痛い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 
痛い、すごく痛い爪。パワーもあるね。パワーあるよ。ねえ、すごく痛いよね。どうするの？あ、いた。ああ、耳取られる。なんとか優しくしないと。優しくして。優しくね。どうしたの？なんでお父さんの顔をこういじめるのかな。爪が痛いんだけど、ごめん、許してほしい。なんで顔攻撃するの？シチュー食べたかったよね、一緒にね。シチューみたいに白いね、ペタね、肌がね。痛い。ああ。なんで自分から。あ、ちら。ああ、取られてるってよかった。足もバタバタ。けえ。おお。何してたの？半分クッションに埋まってるよ。寒くない？もう暴れないで。よしよし、はい、はい、おてっと。よし。ふんふん。これされたいんでしょ。指、小指と指を持って。どうするのか。ああ、やっぱりこれ。ああ、はい。はい、これ。怒ってる。今日も京都で、甘納豆に、お湯割りをいただいてます。クロッキリしまとろっとキリッとしらす大臣黄金千貫霧島劣化水ほーん。トロッとした甘みとキリッとした、あとは本格焼酎、うまいね。赤ちゃんは寝てる。俺らは寿司、イカ、刺身や。寿司じゃない、イカと
楽しくエイペックス。